はい、皆さんこんにちは。今日はですね、 YouTube を発見してもらおうというタイトルでお送りいたします。はい、こちらはですね、 YouTube のアカデミーの方にも出ている項目の一つでありますが、そちらの方をね、ちょっと私の解説なんかも入れながらお知らせしたいなと思います。YouTube を見て、何気に見ているとね、あまり気づかないかもしれないですけど、ホームとか一番初めに YouTube にアクセスした時に出るね、 YouTube は、まあ、スマホで言うとね、こう縦長になるんですけど、それは皆さんね、人それぞれ全部違うんですね。まあそんなことをね、含めてお話ししていこうと思います。まず YouTube の検索ってありますよね。今Google 検索の次にね、 YouTube 検索がで検索されていると言われるくらい、多くの人がね、 YouTube の中で検索をしているということになっていますが、 YouTube で検索をしたことは皆さんございますかね。で、 YouTube の方で検索っていうのはね、大きく2つあると言われています。1つ目は、視聴者が見たいと思う動画を検索のね、その人 A さんが見たい動画はこれじゃないかなっていうことで、そこでね、その A さんに合わせた動画を出すということですね。これはどういうことを言っているかっていうと、その A さんはどんな動画をね、好んでよく見ているのかっていうところを計算の上にね、順位を出しているっていうことなんですよね。で、YouTube のね、アカデミーの方では、その視聴者がね、チャンネルを作っている人の思い入れとか、こうファンの度合いっていうのかな、こうレベルによって、そのいつも見てくれてる人はなるべくその人の動画を出す、新しいものだったらそれを動画を出すということなんですね。その時によって、新しい動画がね、出ていれば、そのいつも見ている人の動画がおすすめに出てくるというふうな形で、好感度をね、表すと、視聴者と作成している YouTube チャンネルを持っている人たちの好感度をね、合わせて、好感度が良ければどんどんこうおすすめとか関連動画に出てくるということになります。おすすめとか、YouTube のね、検索の中に出てくるという形になります。続いて2つ目は、エンゲージメントと満足度っていう形で、こう検索の順番をね、変えてくる。1つ目の、視聴者が見たいと思う動画の1つでもあるんですけど、エンゲージメント、その人と約束したとかね、関連性が深いとか、そういった動画をこう出してくるよっていうことなんですよね。なので、たとえね、チャンネル登録者数が少ない、再生回数が回っていない動画でも、視聴者が見たいなって思っているんじゃないかなと思う動画を検索の順番で出すということです。なので非常に大切なんですね。一度でもいいから動画を見てもらえると、おすすめとかに出てきやすくなるっていうことでもあるんで、まずはね、見てもらうための動画を作るっていうことが一つ大切になるということになります。で、いつもね、その動画をいつも見てくれている人、例えば一つの動画でもいいですし、違う動画でもいいですし、いつも見てくれてるっていうことは、エンゲージメント率が高いということなんで、そういう人が動画をね、投稿したら、またおすすめに出てきたり、 YouTube 検索に出てくるということなんですね。多分皆さんもなんか思い当たる節があると思うんですよね。あの人のいつもなんか出てくるなっていう風にね。でもそれは他の人には出てこなかったりするんですよ。なので、その辺はこうエンゲージメント率っていう形で、率をね、出しているということになります。で、エンゲージメントっていうのは、まあ皆さんからね、こうよく見られているとか、たくさんこうコメントが入るとか、そういうコメントとかをね、やり取りしていると、またこれエンゲージメント率が高くなって、おすすめ動画に出てくるという形なんで、よくね、トップ YouTuber なんかはコメント欄にコメントをお願いしますとか、高評価お願いします。これも一つのね、エンゲージメントを高めるものの一つの指数としてね、なってますんで、ここをね、おすすめして、コメントのやり取りをすることで、またエンゲージメント率が上がるということにもなります。まあアンチもね、いるんですけど、まあアンチはアンチでもうしょうがない部分があるんで、自分とエンゲージメント率が高い、エンゲージメント率を高くすることによって、あなたが最新の動画を出した時に、またその動画が、その方のね、ホームの画面とかに出てくるということになりますんで、この辺はね、ちょっとこう工夫が必要かなと思います。
で、一番ね、大切なところ。これはキーワードになります。YouTube で検索するときに、YouTube のね、枠の中に本箱の作り方とかね、そういう風な形で入れた時にどういう動画が出てくるかっていうことの一つです。なのでエンゲージメント率と、またこの YouTube の検索のね、検索する時のキーワードっていうのはまたちょっと別になります。まあ複合してね、なっているということは前回の動画で説明したと思うんで、そちらをまたね、もう一度見ていただければなとは思います。そこで、キーワードが合致するものはタイトル、説明文、そこに書かれている言葉と視聴者の方が検索した言葉がやっぱり一致していればするほど上の方に来るということですね。見てもらいやすくなるということなんで、その辺はね、どういうものを紹介する動画なのか、こんな役に立つものを紹介するのかということをね、しっかりこう説明しておくっていうことが必要だっていうことですね。 YouTube だけに限らずね、 SEO ということに関しては同じようなことになると思います。なので、自分のね、好き勝手にやるんじゃなくって、その動画をどんな人に見てもらいたいのかっていうことを少し考えると、このタイトルの選び方とか、説明文とか、そういったものをね、工夫できるかなと思いますので、ぜひともね、やってみてください。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。